代表の根本です。ノス代表の中込です。ノス代表の岩谷です。僕は運営とかディレクションがメインですかね、まあ、あとはその海外事業みたいなところを、メインにさせていただいてます。やっぱり日本のこう技術とか、まあ、僕らが掲げているものっていうのを世界に広めていくっていうところを、軸に、まあ、そのためにこう何をしていけばいいかっていうところをアプローチしていくっていう感じですね。僕は国内の PR および教育授業とあと外交的な感じがメインですね。例えば岩谷はそうやってそのセミナー業をしたりとか、業界で この日本の美容業界っていうものへのつながりが最も強いので、そういった部分のまあ横のつながりだったり、そのまま美容業界へのまあ認知度とか、まあ、さっき言ったリクルートだとか、そういうの絶対もう任せてる部分だし、中込はさっき言ったみたいに海外での影響力が強い人間なので、中込はまあ世界征服のまあ中心人物として、はい、ヒトラー大言っちゃったっていう感じで、はいはい、でまた僕は僕で例えばサロンにいながら、ね、一番身近な一番原点であるお客様っていうところと向き合い続けたりとかっていうことをしながら、あとはまあそのヘアメイクのお仕事もしたりするので、そういったところで言うと、そういうまた影響力のある人たちをと出会って、そしてまた人を呼ぶ、この一番手前にある美容室というところに人を呼ぶということを、まあ、徹底してやっていくと、全部が全部ちゃんとこう動いている状態になるかなと思ってて、だからそういったところでね、あの3人のバランスみたいなものとか強みっていうのはめちゃめちゃ今の段階でも出てるかなとは思いますし、そういうところをまあ今後も成長させていきたいなっていうのはありますよね。うん、独自化みたいなところは強いんですよ。なんかもう差別化というか独自化みたいな、だからそういうこう真似できない集客装置とか事業みたいなところをまあやっていきたいんですけど、なんかそれが結構幅広いので、なんかその特化型って言われるようなサロンではないのかなって。特化も古いと思ってても僕と中込はもともと前社も一緒だし、で根本も前社で17年18年でそうやって、同じところで長年やってこう出た人間なんで、それだけやっぱり新しいことしないと意味がないステップというか、周りがやってるようなことやっててもしょうがないし、だからその新しい価値だったり新しい視点とか切り取り方っていうのを常々こう探してて、でも基本的にはなんかこうワクワクすること、これやばくないっていうことをもうやっていきたいなっていう感じですよね。でも例えば仮にそれぞれが一人オーナー一人だったら多分絶対できないことなんで、要は自分がそっちに走るには、ま、任せなきゃいけないし、守ってもらわなきゃいけないとこがそれぞれ多分あると思うから、だから常々こう、形を変えて順応して、時代に順応して、やばくないって言われるようなことというか、うん、変な話サロンじゃなくてもいいと思ってるし、はい、美容だけじゃなくていいと思ってるし、あまりにもこう美容業というかヘアとかサロンワークっていうのにフォーカスされすぎてる時代な反面、その視野も広げようっていうような感じはありますね。3人の脳みそがいい意味化学反応を起きてほしいというか、うん、まあ、逆の意見もやっぱり最初からあるじゃないですか、うん、その3人もいて大丈夫なのとかまとまんないんじゃないとかあるんですよ、うん、それまとまんないんですよまとまるわけないんですよ、まとめないでもそうまとめないんですまとめないし、化学反応を楽しまなきゃいけないし、その姿を見せなきゃいけないと思っていて、でそれで
こうこぼれてきたこうね、あんなん出てきたってやつをおもろやねって言ってこうドーンっていくというか、やっぱそういうマインドはねでいたいし、そういうの大切にしてるっていうのはありますよね。美容師が好きとか、 なんか美容が好きみたいなのはもうもちろん当たり前なんですけど、その美容の何が好きとか、その美容師のどういうところが好きみたいなのが違うみたいな感じだから、まあブレてるようで全然ブレてないみたいな感じになるっていう。でそれをこう極めてきてる人たちがまあいるので、それを見てて楽しいみたいな感じですね。でアイデアがポン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 こう浮かんでくるみたいな。だからお互いに欠落した部分がはっきりしてる。そう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 。今やったらカラーリングっていうものがあって、なんか思ったらカットってものがあるじゃないですか。で僕オールラウンドですよね。でこう価格帯も違うんですよ、うん、カラーが一番高いしカット一番高いしってなってて、で僕2人よりカットとカラーどっちもやるけど価格帯って低いじゃない、うん、でも逆に、例えばメイクができるとかそういうことは僕ができたりするし、うん、こういう強いもの強いものの素材はいいっすよね。まあ、人気美容師になった時にお客さんに触れる時間がじゃあ10分しかないとしよう。その10分しかない中でこの強み生かせて提供しなきゃいけないし、また味わいたいって思わせなきゃいけない。そのために何が必要なのってなった時には、技術もそうしかり人間力もしかりってなってくるから、そういったものをうちのサロンって我々3人でそこをちゃんとずらっと敷き詰めてるっていうのは日頃、まあ、僕もすごい思ってて、それを見てくれてるアシスタントたちにはそうすごいダイレクトなそれは教育になってんじゃないかなっていつも俺は思ってるんですよね、うんうん、その何のためにっていうところをなんかまずこうしっかり伝えるみたいな。だから例えばなんか宇宙に行きたいとか、じゃあそのために宇宙はどんな環境でじゃあロケットを作んなきゃ、じゃあそのためには物理必要だよねみたいな。だからその最初にこうもわんとしているものをしっかりこう、はい、そう伝えて話して、じゃあそのためにはベーシック必要だよねみたいな言い方でなんかその教育をしていくと、まあ、割とすんなり入ってくるみたいな。これって意味あるっていうのは常に話しますよ。なんか、うん、そう必要ないものは省きたいし、もちろんそう余計なことしたくないし、もちろん最短でいい結果を出したいっていうのは常にある中で、これって今合ってるとか古くないとかそういう話はよくしますね。やっぱりガンガン攻めてる気持ちなんだけど、やっぱりディフェンスもちゃんとしなきゃいけないというか、そういうところはありましたよね。ね、ちょっとこう守備に回る時間もちょっとね、あったなっていうのは正直なところだったんですけど、そうでもそんなねディフェンスでもね攻撃的なディフェンスの仕方っていっぱいやっぱあるかなと思って、それがやっぱ自分たちからねどうやって動いていくかっていうところだったなっていうのはすごいこの1年も学べたことかなって思ってて、守備だけど常にカウンター狙ってんぞみたいなマインドでいて、でそれがまあ来年はねその攻撃というか、ね、相手の陣地行くべきフェーズだなっていうのはめっちゃ多分各おのおのセクションでは絶対思ってると思ってて、それが多分やりたいしワクワクしたいゾーンなのも分かってるからね。だから来年はまあそのね言ったらそういう全部のジャンルに対してもう行くぞみたいなね感じではありますよ今。うんうんってホラガイがなっていう感じだ今ね。問題点をこうミーティングで話し合うっていうよりかは、なんかこれしようあれしようっていうこういいことをたくさん話し合えたなと思ったんですよね。うん、なんか思い返してみると、まあアイディアの共有みたいな。だからもう来年はそのアイディアをもうパワープレイで形にしていくっていうのが2023年の目標というか。うん。かなと思います、ね。